今回はドンキホーテで購入しました。肉も米も全てはタレの脇役、タレこそが主役。焼肉のタレをドバドバ染み込ました焼肉タレおにぎりですね。こちらを食べていきたいと思います。ちょっと肉も入ってるのが嬉しいですよね。というところで切っていきますかね。いや、どんなもんですかね、こちら。うん、結構普通に肉も入ってますね。タレが主役という割にはちゃんと肉も入っててっていうのと、やっぱ全体的にやっぱりタレが染み込んでるんでいいんじゃないですかね。美味しそうですね。早速こちらいただきたいと思います。美味しそうですね。うん、焼肉のタレの混ぜご飯みたいになってて美味しいですね。これは新しい料理じゃないですかね。普通にいいんじゃないですかね。でまた肉もアクセントになって食べ応え抜群ですしね。確かにこれ結構完成された商品かもしれないですね。いいと思いますよ。うん、確かに美味しい焼肉のタレだとご飯が進みますね、本当に。うん、いや、いいですね。たまにはこういうくせ者のおにぎりもいいですけど、これは当たりな気がしますね。肉もいい感じで入ってるんで、これがまたいいですよね。本当にタレだけだったらちょっと物足りないかもしれないですけど、いい感じじゃないですかね。うん、やっぱタレの感じがいいですね。というところで今回はこの肉も米は全てはタレの脇役、タレこそが主役。焼肉のタレをドバドバ染み込ました焼肉タレおにぎりですね。こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。